Thank you for watching DengonNet。 ジャルジャルのお二人です。本日もよろしくお願いします。お願いします。6日連続8公演、お疲れ様です。お疲れ様でした。今、感想ではなくパッと頭に浮かんでるものって何ですか？それは正直言っちゃっていいですか？はい、もちろんです。会場の関係上、すっとトイレに行けないので、今めちゃくちゃトイレに行きたいです。そういうことじゃない。そほんまに今の気持ちやんか。で、ツーステイやったんで、特にツーステイは今のマジの今の気持ちやん。ほんまにツーステイなんで、その間もないんで、そのトイレに本当に行けなくて、はい。ああ、そうですね。So tired。それ一言ですか？うん。につきますか？うん。ですよね。英語使うと頭疲れますもんね。そうですね。プラス、やっぱ肉体的な、ちょっとこのグッと踏ん張るネタとかもあって、何回かこの首の筋を、釣りかけながら、うん、はい。ヒヤヒヤしながらやってましたね。トイレ行かれますか？あ、大丈夫です。全然我慢できます。え、我慢しながらですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。怒られてしまうんですけど。今度は8公演やっての、感想だったり手応え、なんか発見したようなものがあれば、一人ずつお聞かせいただければ。はい。まあ、お客さんがほとんどオーストラリアの方で、そんなことなかったやん。いや、正直にさ、日本の方ばっかりやったやん。え、いや、割合で言ったら、うん、あ、まあ、半分ぐらいが日本の方、うん、いや、そんなことないよ。7、8割、うん、ちらほらおったよ、はい、現地の方ちらほらちらほら言ってた、言ってたよ、はい、うん、言ってたけども、そういう割合やったけども、はい、英語でね、はい、英語でやり抜いて、はい、うん、日本人が確かにまあちょっと多かったっていうのは、原因としては咳が少ないんですよね。もう日本人に先に情報が流れた時点でみんな買ってしまったんで、やっぱりなかなか買えないかったっていうのが現実だと思うんですね。うん、でまあ次回もできるだけ大きい会場で、うん、ね、ローカルの人、友達を呼んで、ね、やっていただけたらと。いい経験をさせてもらいましたね。日本では決してできない経験なので、英語でコントをするだなんて、ちょっと一風変わったことをやったんですけど、はい、まあ8公演やったので、反省とかしながら、改善もしながらできたので、本当にいい経験させていただきましたね。そうですね、最初は英語を、この教えてもらった英語を言うのがギリギリで、あれ何やったっけなって思いながらやってたのが、やっぱ8公演もやると後半だんだんとこの感情が乗るようになってきて、はい、やっぱり1回2回ではなかなか、難しい、何回もやるっていうことにやっぱ意味があるんだなと思いましたね。そうですね、やっぱまあ第1回目の時から、まあ、見させていただいたんですけど、今回は本当に今言った感情がもう伝わってきて、面白さがもう倍増してたんで、やっぱりあれですね、回数重ねて、そのもちろん内容も変化があったんですけど、新しいのとかも入ってるし、可能であれば毎回来てほしいですよね。いや本当ですね。そうですね、ありがとうございます。本当に、このオーストラリアに着いてから1日も休みはなかったですか？そうですね、夜着いたんで、はい、はい、で次の日がリハーサルあって、はい、でそこからずっと公演でしたね。はい、でも買い物とかプライベートとかは、プライベートの時間ありましたよ。 あったんですか？はい、午前中が多かったんですかね、うん、あ、でも午前中も練習してること多かったんで、うん、午後かライブ終わりですね。はい、とか行かれました？僕はクロワッサン並びました。あ、はい、40分並びました。一人で。あのクロワッサン。はい。で40分並んだせいで一人やのに3つ買っちゃいました。はい。一人で行ったんですか？一人で行きました。で朝昼晩と食いました。一個ずつ。あ、美味しかったです。でもやっぱり出来たてがやっぱ一番美味しいんで。一人で3個食べちゃったんですか？一人で3個食べました。朝昼晩と。
上げなかったです。やっぱ40分並んだ。はい。どんどん固まっていきましたね。やっぱり朝昼晩なんで。なるほど。はい、どっか行かれましたか。僕は日本でいう市民プールみたいな。プール行きました。はい。その際電動キックボード、はいはいはい、街中に走ったやつ、はい、あれをちょっと、はい、スマホでレンタルして、はいはい、よく分かりましたね、はい、試行錯誤しながら動かしたんですけども、ヘルメットもかぶって、はい、その時に勢い余ってこのスマホを落としちゃいまして、画面にひびがいきました。本当ですか。はい、なのでまあその日々を見るたびにメルボルンを思い出すことでしょう。なるほど。じゃあ直さないで使い切るっていう。うん、当面そうですね。はい。その日々を見てメルボルンの日々を思い出すんだ。そういうことだね。うん。なるほどです。はい。滞在期間中で、一番解放されたっていう瞬間はどういう瞬間でしたか。解放は一切なかったです。ずっと張り詰めてました。ああ、そうですね。張り詰めては。いましたね。ただやっぱり日本の方が多いんで、ちょいちょいやっぱりおじゃるさんおじゃるですかみたいな、その時はやっぱりこう緊張感がなくなるというか、はい、日本を味わって、はい、その時はリラックスできましたね。はい、まあまさに今もう全てが終わった今、うん、一番開放感あるかもしれないですね。この赤い劇場もすごいですね。そうですね、はい、目痛いぐらい赤いですね。本当ですよね。ライブされたところでいいシートですよね。いやこれはいいシートですよ。普段からこれぐらいの割合で日本の方が街中にいるんです。そのここのところ一気に増えましたね。あ、今コメディフェスティバル中だからというわけじゃない。そうじゃないです。コロナの、前はこのぐらいは普通に、ただ増え方はもうすごいんで、やっぱりこうボーダーが開いて一気に日本の方が見えられて、すごい増えたので、もう日々びっくりするぐらいですね。まあその日々でまた日々思い出し日々って聞いたらやっぱりスマホ日々っての思い出しちゃいますね。はい、キックボードで日本帰るとほんま、いや無理無理、海あるから。あとですね、トールさんの、はい、あ、トールさん、あ、ありがとうございます。トールさんあれもう続編すごい欲しくて待ってるんですけど、メルボロンで結構いっぱいね、コント撮ったんで。あ、撮ったんですか。いっぱい撮りました。本当ですか。それはまた YouTube の方で、はい、どんどんアップしていくん で、 空き時間にいっぱいコント撮ったんで。英語版でも。英語版はないですね。そうですね。ぜひ英語版も。確か英語の噛み方っていうのがまだちょっとどんな感じなのか分からないので、うん、そこ勉強したいですね。英語版の特設サイトをちょっと作ったので、ちょっとメルボルン、オーストラリアに発信できるように、今このインタビューとかも、アップさせてもらってるんですけど、みんなでこう協力してジャルジャルの面白さを世界にっていう意味で、英語版で記事も全部、ありがとうございます、作ったんで、ぜひまた英語版ができたらちょっと、ありがとうございます、入れていただいたりしたら嬉しいんですけど。 ありがとうございます。嬉しいよな、いや暴行が。あ、ごめん。それまあちょっとでもお役に立てれば。さ、日本人の方がお話ししてやっぱりこうツイッター中でも、英語版ので世界に広めましょうということで出させてもらったんですけど、皆さん協力していただいて、リツイートしてくれてるんで、さすがのパワーですよ。ありがとうございます。はい、協力再生嬉しいです。世界に、なんで自分で投稿してる。じゃあぜひトールさん、お待ちしてます。ありがとうございます。ちょっとトールさんやってもらっていいですか。メボルボン、オートスポートサラヤのメバルボン、はい、都市に。はい、でもあれやりすぎるとほんまにわからなくなるんですよ。ほんまにメルボルン言うときに考えないと言えなくなってしまったんです。でも早く言うと、なんかメボルボンの方が正しい聞こえる。あ、わかります。メボルボン、メボルボン、メボルボンの方がなんかスムーズですよね。メボルンの人を否定するぐらいまで、なんかメルがちょっと気持ち悪いですよね、やっぱメボルボンの方が。ネイティブの発音なら発音なほどあれが早いと、わかんない、メボルボン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 、そうですね、メボルボン、
だから伝わるんですかね。あ、絶対伝わる。メボルボン、メボルボンの目いきますか。絶対いきます。I love メボルボン。言ってみよう、メボルボン。もうちょっとネイティブ式に言ったら、メボルボン。はい。メボルボン。メボルボン。メボルボン。ああ、いいじゃないですか。I love メボルボン。メルボルンって言ってるけどな。ちょっとメボルボンって言っちゃってる。いいんじゃないですか。全然通常と思います。はい。それであと、オーストラリアでも、日本食、日本の漫画、日本のアニメはすごく浸透してるんです。でも驚くほど浸透してるんで、ぜひとも次は日本のお笑いをって思うんですけど、マネージャーの正子さんに、相談させていただいて、先日オーストラリアの教育関係者の、方を視察でちょっと招待させていただいたんですけど、ありがとうございます。はい、授業で取り入れてくださいとちょっと今、はい。何の授業ですか？やっぱ日本の文化とかの一つとして、日本の文化の、はい、お笑いという文化、はい、お笑いという文化を、そう、日本の文化ですけど、もちろん食事だったり漫画っていうのは取り上げられるんですけど、はい、やっぱお笑いが題材になるっていうことは、うん、少ないと思うので、うん、日本のお笑い文化ってこういうものがあるんだっていうのを小さい子にこう、ね、伝えていただければ、うんうん、授業で習ったジャルジャルの2人に会えるみたいなのであればいいかなと思います。ちっちゃい頃から教育で叩き込むわけですね。ぜひそういう子たち向けにも、YouTube から発信していただいて、英語版のうちのサイトにボンボン入れてくれれば、はい、海外向けに、英語圏向けに発信させていただきたいと思います。ありがとうございます。メルボルンにいる、日本人じゃなくて、全ての方に、ジャルジャルのお二人からこう何かメッセージをいただけますか？日本でお笑いやってます、YouTube でネタ見れます。よかったら見てください。お願いします。今回このように英語で、1時間ライブをするという挑戦をさせていただきました。メルボルンでさせていただきましたけども、今後いろんなこのところでこの、ね、英語でのコント、ノンバーバルなコント、お笑いに挑戦 していきたいと思いますので、よかったら応援よろしくお願いします。福藤さん、後藤さん、本日はもう本当にお疲れの中時間を割いてもらってありがとうございます。ありがとうございました。ぜひとも、次メルボルンは予定があるんですか？一応メルボルンは来週。メルボルンまた来んの？プライベート？プライベート好きやなすごいな。年に一度とか本当に来ていただきたいんですよね。やっぱ時差がないのが最高ですね。今がちょうど一番過ごしやすいぐらいの時期なんですか？そうですね、暑くなく寒くないというのはあるんですけど、ただ雨の日がちょっと多いっていうのがあるんで、やっぱ季節的に考えて、今はいいか、暑くなくて。雨の日多いんですか？僕ら1回も雨食らってないんですよ。それはラッキーですね。雨、1週間とか10日雨とか。ラッキーでしたね、じゃあ。そうですね、雨だけじゃなくて、気温も30度ぐらい下がるんですね、1日で。ひどい時で。そうなんです。40度後半、47度、8度ありますし、夜になると、十何度とか、そんなに知らなかったです。はい、じゃあいい時に来てたんですね。気づかなかった。はい、じゃあ今日お疲れのところありがとうございました。すみません。お疲れ様です。ありがとうございました。また待ってます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。そんなに暑いんですね。あ、お手洗い。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。すみません。